就職応援本コースプレゼンツ、長さ気になる会社。今日から始まりました就職応援本コースプレゼンツ、長さ気になる会社。このコーナーは地元高校生へ地元企業の魅力をさまざまな角度から紹介する新しい形の企業紹介本コースが、長崎県内企業の代表者の生の声をお伝えするコーナーとして、毎月第1、第3月曜日この時間にお送りします。こんな仕事に就きたいけどどうしたらいいのとか、長崎にはどんな会社があるのとか、今からどんな準備をしたらいいのなんて、今就職活動で悩んでいる学生、これから就職活動をする子供を持つ親御さんは必聴のコーナーですよ。ではでは、トップバッター、若干緊張気味でスタンバイをしていらっしゃいますが、株式会社辰飛工業の立川元樹さんです。こんにちは。こんにちは。はい、では自己紹介をどうぞ。はい、株式会社辰飛工業の代表取締役の立川です。あ、よろしくお願いします。代表取締役の方も作業着を着られるんですね。着ます。はい、従業員とはちょっと違う。ちょっと違うんですか。動きにくい自作業服を着てます。従業員の皆さんはもっと動きやすい、ちょっと動きやすい格好してます。はい、そうですか。はい、はい、紺色のおしゃれな作業着を着ていらっしゃいます立川さんをお迎えしていますが、では株式会社辰飛工業はどんな会社なんですか。はい、建設現場で、主に足場を組み立てたり解体したりしてます。あ、なるほど。はい、辰飛工業は飛び職の方が立つと書いて辰飛工業ですが、まさにそういう意味合いなんでしょうか。いえ、立川の立つに飛び職なんで辰飛びです半分当てました、はい、そうです、はい、新しい会社と伺いましたがそうですね、はい、設立して今4年目に入りました。あ、はい、4年目の会社なんですね、はい、なるほど。ということは、まあ、フレッシュな皆さん向けのコーナーなんですが、辰飛工業もフレッシュな会社ということで、まあ、その4年間の中でいろんなプロジェクトに携わって長崎の街を作ってきた、地域を支えてきたと思いますけれども、例えばその長崎でこの場所のこの部分に関わってきたみたいな、何か具体的な事例がありましたら教えてください。はい、そうです。今は諫早の方で、マンションを一棟ちょっと足場の方を組んでます。はい、と長崎新幹線が通るので、ええ、その新幹線に関わる、足場などを組んだり解体したりしてます。あ、なるほど。まあ、要するにその足場部分を受け持ってらっしゃるわけだから、建物としては残らないけれども、いろんなプロジェクトに携わる、ね、ということですよね。そうですね。はい、長崎にはいろんな企業があります。もちろん建設業もたくさんあるんですが、辰飛工業はここが強い、ここが違うぞという強みを教えていただきたいんですが。そうですね、もう若さですね。他の飛び職人も比べてもやっぱり若い人材が多いので、若さをちょっと強みにやってます。あ、もういくつなんですか。35です。代表取締役の方が35歳ですからね。はい、これは若い会社ですよね。はい、どうでしょうか、辰飛工業としてはどんな人材が必要ですか。そうですね、やっぱり若い人材、元気な人材、体力が有り余っている人材が欲しいですね。そうですか。はい、ご自身はこの辰飛工業の仕事、どんなところに魅力を感じてらっしゃいますか。そうですね、足場を組み上がった後の達成感とか、で建物が出来上がってしまって足場を解体してしまったら、出来上がった建物が見えてくるんですけど、その時になんかわーって思うような感じですね。そうですね、はい、そうですね。建物が出来上がったその一番最後の瞬間ですよね、足場を、ね、はい、解体するというのは。そうですね、はい、ですよね。まあ、だからファッションショーなんかでもカーテンがパーッと開いてモデルさんが登場したりしますけれども、そんな感じもありますよね。そうですね、そんな感じがします ね、はい、そうですね。一番最初に見れるので、ね、はい、あ、素敵な仕事だなと思います。はい、今就職活動中の皆さん、まあ、なかなかですね、不景気でもあり、またコロナもあって非常に難しい就職活動をしている皆さん数多くいらっしゃいますが、メッセージをぜひお願いします。はい、そうですね、体力が有り余っている若い人たちにぜひ飛び職の方をやってもらいたいなと思ってます。
よろしくお願いします。怖いところが苦手って人もいると思いますが、高いところはですね、自分も怖いんで大丈夫です。慣れます。怖いんですか？自分も怖いです。あ、でもなんか慣れるコツっていうのは何かあるんですか？慣れるコツ、何でしょうね、仕事だから登れるけどプライベートなら登れないみたいな感じです。あ、そういうもんですか？そうです、そういうもんになると思います。へ、自分もそうですね。あ、プライベートは高いところはあまり行きたくないですか？行きたくないです。面白いですね。あ、でも仕事だと思うと、はい、スルスルっと登れてしまう。そうですね、仕事なら登れると思います。登れてました。あ、そうですか、はいはい、じゃあ、 あの体力が有り余ってる皆さんは高いところが苦手でも大丈夫ということですので、ぜひ辰飛工業の、ね、門を叩いてほしいですね。よろしくお願いします。はい、今日は初めてのラジオ出演ということでしたが、どうでしたか？まだ緊張してますそうですか、はいはい、でもとてもいい笑顔でお話しいただきました。今日は株式会社辰飛工業の立川元樹さん、代表取締役の立川さんにお話をいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。就職に関する疑問質問など、このコーナーではメッセージをお待ちしています。就職応援本コースプレゼンツ長さ気になる会社のコーナーでした。